ス地方の山間部に暮らす呪術師である。ボリビアのラパス県のチャラサニ郡パンパブランカが、その中心地として有名である。ここは、チチカカコの北東側にあたり、インディヘナの宗族を強く残している地域である。ここはケチュア族が多く住む地域である。カリャワヤは呪術師にして医師であり、哲学者でもある。独特の世界観を持ち、人間の心と体、大地。 動植物の関係について知見を持つとされる。カリアワヤはすべての自然物を人間と同じように家族や住む家を持ち名前を持った生命体であると考える。このため人間が健康であるためには山や木にも食事を与える必要があるとする。カリアワヤの世界観では生態系を三つの階層に分けて考える。一つは高地でリャマを代表とする。二つ目は 高山山幹部で、高山植物を代表とする。三つ目は、低地で、殿下や花々を代表とする。怪我や、病気の治療が、かれわやの最も大切な役割である。この治療の時、彼らはいくつかの植物を薬草として用いる。コカはその中でも、最も重要な薬草である。コカの葉を噛ませて、胃や頭の痛みを抑えたり、空腹時の不快感を和らげたりし、 また栄養源としても役立てている。さらに、コカの葉を地面に巻いてその落ち方によって、喫強を占うということもしばしば行われる。コカ以外にも、綿花や、マテやパセリなど様々な薬草を使っている。2003年、カリャワヤの世界観は、ユネスコの無形文化遺産に登録された。ありがとうございます。